こんにちは、斉藤博です。今日も滋賀県のちょっとマイナーなスポットを回ってみたいと思います。今日は滋賀県竜王町の山の上っていう住所のところに来てます。ここも Google マップには載ってるんだけど、写真も口コミもないっていう神社が、神社というかお寺が2カ所あるんで、そこをちょっとどんなもんかなと思って来てみました。1個はここね、後ろに見えてるお寺、あとはこっちの小道の奥に行くとある神社があるんですけど、お寺があるんですけども、その今立ってるところに日吉神社っていう、これは Google マップに載ってない神社があってですね、じゃあこれどんなもんかなってことでこっちも行ってみたいと思います。はい、でこう一つ目ですね、ここは法蓮寺という名前のお寺です。牟礼山法蓮寺、すごくこの入り口の山門と鐘が吊るされている鐘楼がすごく綺麗で、なんか新しい感じがしますね。人気はないです。綺麗して、これは親鸞聖人750回大音記ということで、何かこのですね、三門鐘楼落成、計算応用寄進五方明ということで、きっとこのたくさんの寄付があってこの三門とこの鐘楼がですね、綺麗に新しく作り直されたということですね。これはね、ここに手水舎があります。龍ですね。自動で水が出るように、なんかセンサーがあるみたいですね。すごいですね。ほんと綺麗ですね、境内は。石灯籠もすごく綺麗ですね。あんまり喋ってるとちょっとなんか誰か出てきそうですけど、まあいいんですけど。外に鐘とかお賽銭箱みたいのがないっていうのは、扉の向こうなんでしょうかね。多分きっと普段から一般の人が来てお賽銭とかなんかこうお参りをするっていうんじゃないんでしょうね、きっとね。ほんと地元の人がお参りに来ると、お参りっていうのかね、参拝に来るところなんだと思います。お、これが親鸞聖人の像と、これも綺麗ですね。すごく新しい感じがしますね。すごくツヤツヤですね。これ赤い南天の実がなってます。記念植樹、鐘楼三門落慶記念女性部、26年ですからね、本当にもう5年ですか、5年ですね、5年前。この小さいなんかお地蔵さんなのかなんかわかんないですけど、ちゃんと前掛けがしてある、そう、火もありますね。でこれが新しい鐘楼ですね。鳴らすとさすがにやばいんで鳴らせませんけども、とても綺麗ですね。この一つ目のお寺法蓮寺はこういう感じです。やっぱり境内にこの縁起とかね、由来が書いてある看板はないですね。でも非常に綺麗で整えられているいいお寺ですね。じゃあ次行ってみましょう。で歩いてすぐのところにこの
日吉神社ですね、鳥居だけがここにあるっていうのがすごく不思議です。まあ、これが本当は昔は入り口で奥にずっと参道があって奥に神社が、あるんでしょうけども、ちょっと頭足にして左に行きます。わかんないです、読み方がわかんないです。この横にですね、永昌寺か、ちょっと永聖寺か、まあ永昌寺かな、次のお寺ですね、住職何々建てるみたいなのが書いてあります。このね、古いっすよね、本当に昔のままっすね。山門はないですね、お寺ですけどね、山門はありません。失礼します。もうすごく綺麗ですね、うん、小さい池があります。ここもやっぱり金とかお賽銭の箱は置いてませんが、これは、漢字が読めません、なんとかさんで、ここがね、このなんか周りだけ新しいですよね。何かこの奥にあるのが、中にあるのが古くからの作りなのかな。それを多分劣化しないように周りを囲ってあるんですかね。なんかそんな感じしますね。なんかね、北海道の二重扉みたいなね、感じがします。ちょっと面白い、珍しい作りですね。外側はすごく綺麗です。ここも新しく何かちゃんと作り直した感じがします。中にもう一枚扉があって、その奥が本堂かなっていう感じしますね。面白い作りですね。で、ここも外側はなんか新しいですね。綺麗ですね。この布も、布、なんていうの？これは金がありますね、ちゃんとね。でもここも外側が綺麗に新しくなってます。もうこれは本当に神武道の人たちの熱い信仰というかですね、寄付がないとこういうのできないと、小さいながらも地元にちゃんと根付いてる、愛されてる感じがしますね。誰もいませんね、まあ、いないよね、寒いもんね。これはもう地元の集落のお墓ですね。お墓ですけども、見てください、この前掛けがですね、全部新品です。きっと正月かなんかを、木にですね、全部変えたのかなって感じですね。色とりどり綺麗な布で、もう前掛けが一個一個ですね、作られてますね、一枚一枚。うん、これなんですかね。これももう何かは分かりませんけども、うん、石の小さい、なんでしょうね、これね。墓じゃなさそうですけどね。墓なのかな？わかんないですね。このお墓、これ、僕は他にこういうの見たことないんですけども、内側にみんな向いてるんですね。内側にこうサークルって円になるように、真ん中にね、内側に向いてるんですよね。これね、面白いですよね。こういう形、まあ、形もね、それぞれバラバラですし、ね、多分建てられた年代もそれぞれ違うんでしょうけど、こういう形のお墓ね、こう集落のね、昔ながらのって感じしますね。あんまちょっとこの中には入る気がしませんね。この輪の中には。入っちゃダメよっていう感じがしますね。外側からだけしか取りません。はい。はい、で、今ね、まあ、奥の方まで見てきましたけど、そこに地元の人が、ちょっとおじちゃんがいたんで、ここが永昌寺なのか永聖寺なのか、名前なんて言うんですかって聞いてみたらですね、妙昌寺って言ってましたね。
永遠の永っていう字があるんですけど、地元の人は妙正寺と言ってるらしい。その辺のことはおっちゃんも首かしげてましたね。妙正寺言ってるなみたいな、そんな感じでしたね。もしかしたらなんかちゃんと由来があるのかもしれませんけど、なんか妙正寺とおっちゃんが言ってました。でですね、ここの、まあ、妙正寺がですね、浄土宗で、向こうの法蓮寺も、まあ、浄土宗、親鸞聖人なんでね、浄土宗、詳しくないけどね、浄土宗ってことなんですけど、ここの妙正寺が浄土宗、で、法蓮寺の方が、門徒って言ってましたね、門徒。調べると、ちょっと漢字出しておきますけど、門徒っていうのにですね、若干違いがあるようです。本家となんか文系かわかんないですけどね。ここが、妙正寺が浄土宗、さっき最初に見た法蓮寺が門徒ってことらしいですね。それでなんか違いがあるみたいです。全く違う、宗教ではないらしいんですけども、そういう違いが、あって、それぞれ別にお寺があるということですね。ちょっといい話聞きましたね。まあ、妙正寺というらしいということと、こちらが、妙正寺が浄土宗、オレンジが門徒ということですね。あっちね、はいはいはい。でですね、ちょっと予想外のことに、あまりの寒さにスマホがですね、バッテリーがなんかもうないよっていう勘違いを起こしてですね、もう取れないよと。切れそうですね、これは。 10% ぐらいしかありません。おかしいですね。出てくるときは 70% ぐらいあったんですけどね。もうなんか紐も傾いてきてですね、もう神社の方行くのかったりなと。これもう次にしようと、いろいろちゃんと見たいんで、暗くなって撮れないと、もうスマホも切れるの嫌なんで、また今度ですね、日吉神社の方は見ていきたいと思います。